やばい。ちょっと待って、小屋から配信かと思ったって違うんですよ。ちょっと待ってみんな、まあ、ある程度できたらいいか。今日はすっぴんです。肌を休ませよう計画。愛さん、ハートありがとうございます。遠い、だるまありがとうございます。怖くない人、唇ありがとう。おびとびさん、ハートありがとうございます。愛さん、ハートありがとう。ちょっと待って、全然読めてないけど、ちょっとチャゲさん、なんだっけお手紙ありがとうございます。ヘイジョーさん、ハートありがとうごめんなさい、なんか帰ってきたらさ、お母さんいなかったからさ、もう一人になったんで。風邪治った？治った。うん。翔平ハタリとモンモンハタリとございます。ちょっと待って。今日はあまりにもブサイクすぎるんだけど、どうしよう、メイクしようかな。トラ、トラ、アイス、なんか太った？知りませんと。ちさちゃん、ハートありがとう。キドちゃん、ティータイムありがとう。ひろたん、ハートありがとうございます。美味しそう。なんないっす。これはガリガリ君のメロンソーダ。前の配信から DM 増えた？あのね、2日ぐらいは増えた。でももう戻った。みんな飽きましたね。DM 送っていいよ。トラ、トラ、トラ、どこいんの？どこ行ったったろ。トラ、どこ行ったの？何してんの？お出かけしとったと？そうね。
でトラ、おいで。お出かけしてたらしい。トラ。なんか暗くない今日。乾燥してるわ。保湿クリーム塗らなきゃ。うまい。明日イベちゃん目当てで行くよだって。そう、明日ついに舞台なんです。やばやば。いぶきは部活はバドミントンやってた。来る人舞台舞台緊張する？しないだって覚えてるから全然大丈夫。楽しみだね。顧問に近づかんであってわかりませんよ。皆さんあらすじわかりますか？あらすじ。あらすじ。あらすじわかる？みんな。自分のセリフじゃないところまで覚えてた人やからな。だってそう、あれはオーディションだったので。そうなの、オーディションなので、どれが誰か分かんなかったからね。でも春菜はやってないです。春菜も決まってたので、はい、覚えてた全部。イエーイ。ありました、あらすじが。記憶力化け物やもんね。いや、あの顔は確かに覚えるのは早いけど、文面は覚えるのめっちゃ嫌い。まあ3日ぐらいかけました。3日ぐらいかけて覚えた。どうしても受かりたかったのでね。やっぱいきます。体育教師たちの憂鬱のあらすじいきます。体育倉庫で教師と生徒の恋のやり取りが記載された交換日記が見つかり、犯人探しが始まる。その中で様々な事件や過去が明らかになっていくというストーリー展開です。楽しみですね。え、絶対いぶきじゃありませんようにだって。どうでしょうかね。誰だね、 LINE は。お母さんに帰ってきたって言わなきゃ。そういえばもう帰宅したよって。
服も着てくれるんだって。ううん、制服着ないです、ずっと卓球部の衣装。甘いなっていう話を、まいこちゃん結婚してありがとう、楽しみだね。すごい LINE 誰ね、舞台だ。あ、明日はお疲れ様です。どうぞよろしくお願いしますって、よろしくお願いしますと。楽しみだ、明日とっても楽しみ。警報室が行ったことないけど、いつか行っても行きたいって、待ってます。風の具合はどう？いい感じです。良くないんで楽しみ、ワクワク、超面白いと思う本当に。スノールバラありがとう、フログちゃんリップありがとう。こちらわかりますか？おいしいやつ、おいしい、おいしい、うん、来たの。ご飯まだ？ご飯まだ。ダメです。これは食べれません。これ。うん、おいしい。おいしい。うん。トラ食べないの偉いね。そう、トラはね、絶対に食べません。食べちゃダメなのを食べない。かじらないしね、トラちゃん。超いい子なの。やばい。お腹空いてたまんない。トラすき焼き食べた？だって食べませんよ。すき焼きこの前食べました、美味しかった。ほぼ肉しか食べてない。だって10分の8肉なんだもん、石橋家。七木さん今なんかやってんの？
なんか言ってんの今。なんなくっちゃ。ラジオしてんだ。まだね、会ってないです、ニコ生以来。けんちゃんたびんさん、ティーありがとうございます。なんだろう、去年のご飯。おかしいハムでした。ちょっとお茶飲んできていい？今日移動量多いよね。これがいい、これがいい。R1 がありました。ごめんなさい。ごめんなさい。リップ塗ったか。はいはいはい。はい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 。はい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 。はい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 。オッケー。シュウさん、とうとうありがとう。セノールリップありがとう。カズオさん、ハートありがとうございます。マリップリップありがとう。大好きだってブリも。なんか眠い、すごく疲れた。超楽しみ明日、超楽しみ。お風呂入んなきゃ。私、お母ちゃん何時帰ってくるんだろうか。と私のものを買いに行ってます。イブも行きたい。なんかね、聞いて。お母さんね、イブキ今日ね予定がめっちゃ遅かったんですよ。スケジュールが本当は早く終わったのね。今日めちゃくちゃ遅くて、もうまだやってる予定だったの本当は。だからその予定お母さんに言ってたからさ、ランピッピとさ温泉来ちゃってたよって。もう家なん？早わら。お母さん温泉来たよわらって来てた。雨やけん温泉来とったわら。ひどい。今も温泉行けない。ひどくない？ねえねえ、ひどいよね。どうも。母ちゃんもお風呂入ったのってことは今から入るのかな。今からなら私も行きたいんだけど、チャリンコで行こうかな。ひどいよね。
イブちゃん今日も可愛いだって、帰ってきますよ今日は。トラお腹すいた、もういぶき何すればいいって言うの。トラと留守番、そう、トラちゃんと留守番。でもトラちゃんどこ行っちゃったよ。トラちゃんどこ行ったの。チャリンコあるの。ないよ空気膨らましたらあるよ。あれ入れたらあるよ。私もまだご飯食べてないだって。え、だよね、私も食べてないの。ご飯食べてない。自分で作れないの。作らないよ、だってお母さんがいるんだもんだってサブもご飯の準備してくれてるので。作りないです、作らないですけど。アイスもう一個食べて。言われちゃいい。ちょっとでも食べちゃおうかな、アイス。ここにね、私ずっと食べたいやつがあるのよ。ここに乾パン、これ私好きなの、超食べたい。これ誰が持って帰ってきたんだろう。開けていいかな。これ何てか、これ乾パンじゃない、もしかして。え、違うかな。これなんだろう、でかいかも。これなんだろう、これなんだろう。乾パンだよね。麺でも食べてみたい。だってカップ麺は体に悪い、夜食べるのは。片パン、何これ、私見たことない。お母さんもお風呂行ったかな。電話かけようかな。もうお腹いっぱいだ。赤ちゃんはお風呂に行ったのでしょうか。ポポマルリップありがとうございます。あ、今からお風呂。あ、もう上がったと。ね、この乾パンみたいな誰の。そうなん、食べんがいい。うん、あ、なるほどなるほど。開けていい。じゃあ、分かった。ほい、じゃあにゃー。はーい、ってことで食べるぞ、私食べるぞ。ってことでインスタ撮ろう。インスタでこのパンを写真撮っとこう。片パン、片パンだって。片パン痛いよね、知ってる？片パン痛いの。オッケー。これマジ硬いらしい。みんな食べたことある？お母さん、お姉ちゃんが会社の方にいただいたんだって。食べてみるね。うん、うん、ふん、うん、ふん。忘れてた。美味しいじゃん。めっちゃ硬い。めっちゃ硬い。牛乳飲みたい。牛乳飲みたいです。健康は5からってやつだって。うん。
牛乳欲しいかも。ちょっと見てきてみるね。ブにゃんにゃんにゃん、ほら辛い、あった牛乳、あった牛乳、あった。すごい、え、しばしけなんでもある。牛乳ないのにありました。おいしいよこれ、とっても硬い。しばしけなんでもあるやん。もう牛乳につけてみる。あ、明日これ舞台でさ、前歯ないかも。 笑って、その時はよろしく。これみんな食べたことあるの？みんなよく知ってるね。舞台前日とは思えない配信って言われてる。そうやな。まだ硬い。トントントン。これでもさ、ちっちゃく切ったが食べやすいね。これすごい硬いよ。みんな食べてみて。おお、だ、かな。ASMR みたいだって。今日は片パンを食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。この片パンを可愛く食べれる人いない説やりたい。絶対いないと思う。虫歯あると歯が欠けるやつ。よかった、ぶ虫歯できたことなくて。マシュガの企画でやろう。え、なりたい。絶対いないと思う。でも美味しいよ。これ一口でいかない方がいいかな。
目力ありますね。サンキューございます。かも。食べてみて。めっちゃ硬いから。虫歯できたことないのすごいね。だってそういう武器なんか虫歯できたことないの。でも虫歯できた、できやすい人とできにくい人がいるんだってよ。どんなにどんなに歯を磨いてもできちゃう人はできちゃうんだって、虫歯だから。仕方ないんだよらしいよ。ブーはたまたまできない、できな、できにくいだっただけ。メオイさん、ハートありがとうございます。久しぶりに牛乳飲んだわ。上映会のチケットゲットしたようだって。あ、映画来てくださいね。そうなのよ、上映会あるの。お母さんも撮ったんじゃないでしょうか。お母さんもなんか今日グループで聞いてたな、上映会行く人って今日は何時に起きたの。今日はお昼に起きました。ゆっくり。ちゃん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 ね、舞台来る人いい。東京でも上映会ないかな。だって多分ないです。こんばんは、こんばんは。ごめんね。ああ家族は舞台見に来るの当たり前じゃないですか。石橋家が来ないやつあると思いますか。福岡でないですよ。コンサートも昼夜来るんですから、ないでしょ来ないことなんて。来ます。石橋家さ、社服も着てたんですよ。社服も千秋楽着てたし。そうなんですよ、来ないことないの石橋家。カキカキカキ、こんばんは、こんばんは。いい家族だねって、いい家族。生まれ変わっても私はこの家に生まれたい。また笑いをこらえる石橋由紀ちゃん見れますか。えっとねちょっと待って。そうですね、ワンちゃん見れます。ワンちゃん見れると思います。またご両親にお会いできるの楽しみにしています。だってしばしもう顔バレしてます、ファンの方に。多分きっと分かる人分かるよね、もう石橋家。佐藤と松さん、ハートありがとう。1、2作目の映画は東京でも上映会だったり。あ、どうだろう、じゃあ分かりません。もしかしたらあるかも。私はまだ知りません。こんばんは、こんばんは。舞台早く行きたいすぎる。だって
来て、いつ来るの、何日来るの。エブちゃんはいつでも笑いをこらえてるから、そぶね、なんか笑っちゃうんだよね。そう、テレビとかではあんまエブキ本当に笑わないの。本当に笑うこと少ないんだけど笑っちゃうのよ。うん、どうしたの、おいで。何、何、来なよ。じゃあ向こう行くの。来るの、いいよ、じゃあ来な。土曜日見に行くよ、だって。おお、待ってるね。遠い、花束ありがとう。31日行く、昼だって。31日、あとちょっと、あと何日かあるね。タミチーね、生まれ変わったマイドになりたいですか。まあなりたいかも。このファンの方たちがあのまたファンになってくれるならなりたい。トラー、千秋楽行くだって。わー、待ってます。ピクミン、メールありがとうございます。あ、お母ちゃんたち帰ってきたから9時半ぐらいに終わってみたりしようかな。硬い。食べた？食べた。食べた？食べてないよ。半分埋まってる。取った。おかえりーだって。どげんた？硬いよ。歯割れるかもしれない。食べたもん。半分食べた。ちっちゃいのある、割れたの。歯割れ。おかえ、あ、ごめん。え、牛乳って飲んだ。あ、そう、なんか溶かしたらいいって感じ。美味しかった。トラに会えるイベント早だ。トラちゃんはもうね、トラは人前の人前に立ったら動けなくなります。トラは、うん、おかえりだって。ただいま。イブキッチ、クマさんありがとう。フランさん、リップありがとうございます。ポンポンマル、リップありがとう。じゃあ牛乳も今日ラン、うん、何、牛乳を買ってきたけど、ピッピがらしい。ナイスピッピです。香港のジャッキー、ねじるのハートありがとうございます。キエティのメールありがとう。トラ何歳。トラ9歳。あ、303ハートありがとうございます。香港のジャッキーさん、リップありがとう。ブーちゃん配信したりやんで遅れたって。ブー配信してるの急遽ね、ちょっとだけ。ひっちゃんしゃべってみて。んジェイジリもメールありがとう。クワッチさんハットありがとうございます。イブちゃんのリップがどんどん高級になってくだって。え、今の子やばいよ。これすごい、自分でも。え、カーコンかわいいね。いつも一緒です。あ、そうなの。壊れんって。は？カズオさん、ハットありがとうございます。てかあのさ、舞台みんな待ってるから来てね。テーブル揺れる。舞台、あ、まだチケット平日余ってるっていうか、まだ平日あるので来てください。え？もう噛んだ？発音昔の人やけ。昔の人やけ。なんで？お母さん。さすが野生。昔の人なので。昔の人そんなの昔じゃん。さすがよ。ファンの方なんてじゃ あのマシュマロ感覚で食べるんじゃないか。めっちゃ音がいい。すご。ノブさんハートありがとうございます。ねえ、焼きポンで知ってる？ああ、今美味しいやん。あれやりたい。あれめっちゃしたいもん。お母ちゃんポンデリングてかね、いつの間にいつの間にアイスまで食べると、タラタラも食べて。え、もう何やっとんの。だってお腹すいちゃったんだもん。だって9時半やったらお腹いった。10時やったらお腹いった。10時帰宅予定だったけど、仕方ない。もうお腹すいたな、私は。
野生の昔の人、そう、お母さん結構野生の昔の人なんですよ。硬いね、でもなんか森で育ったらしい、ちっちゃい頃。山まるまる1枚食べた。え、てかこれ全部半分割れとうと、全部割れとうやん、割れとったよ。おもろ、こいつさん、ハートありがとうございます。ほんとだ、積み木みたい。痛い、でも美味しい、美味しい。あおいちゃん、ハートありがとう。スタバのバナナ楽しみ、え、楽しみ。ブリュレでしょ、バナナ焼いてるんだよ。うわ、お母さん怖い怖い。これお母さんじゃない。あおいちゃん、ハートありがとう。うわ、大福汚な、つまお箸しかないよそれ。うん、溶かして食べよう。これふやけると、ふやけんかった全然。あおいちゃん、ハートありがとう、ね、この手入ってた。うわ、30日の夜だけしか行きすんないけど楽しみや、だって楽しみや。塩トリュフ、あ、白トリュフ塩パン美味しかったや、だってね、食べた。あ、今日トリュフ買ってきたよ、チョコに。そっちじゃない。え、誰が食べたの塩トリュフ。食べたよ、食べたよ、塩パンのやつ。あ、食べた、美味しかったよね。いぶきの可愛いお姉ちゃん、俺そう可愛いお姉ちゃん。おお、危ない、顔出るところやった。毎日残業だるいわ、だって頑張って。カロロさん、ハートありがとう。アオイちゃん、ハートありがとう。これどんくらいふやけるっちゃか、どんくらいふやける。うさださん、ハートありがとうございます。会いたすぎて有給取っちゃいましたって。わー、嬉しい。会いましょう、いつだろう。可愛いと綺麗だと言われるのはどっちが嬉しいですか。すごい綺麗。お母さん、なんか牛乳、お母さん、牛乳こぼした、お姉ちゃんが。もずくいる人。はい。もずくいる？いる。もずく。今日はもずくやろ。うん。香港のジャッキーさん、にじるのしありがとう。BB さん、ハートありがとうございます。全員いるとね。うん。え、もずくいんの？ん、もずく食べるの？あ、え、あの作るやつ。うん、え、いる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 、作る方のもずく。あ、いる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 、うん。うん、牛乳浸したらでも結構いけた。おいちゃん、にじるのシェルと、僕ももずくいります、だって。じゃあ持っていきます。持っていきます、だって。あゆみさん、にじるのシェル、ありがとうございます。わ、みんな時間教えてくれてありがとう。おいちゃん、ペライトありがとう。まだまだ、あ、まだ話そう、だって。じゃあもうちょっとだけ。いぶき、嫌いな食べ物あるの？パクチー、パセリ、パッパッパッパセリ、カリフラワーですかね。のカリフラワーとか食べれないわけじゃない、好んで食べないぐらいかも。トンテキ食べ終わって美味しかった、だって。トンテキって何？トンテキ豚のやつ。あ、トンテキ、トンテキって言うのやつ。今日僕、夜ご飯カツ丼食べましたよ、だって。うわ、いいな、カツ丼。今日なんだろう、ご飯。今日石橋家はもずくです。カツ丼。え、カツ丼、カツ丼、玉ねぎ。今日の石橋家のご飯、もずくと玉ねぎ。肩パン、肩パン。このパン、うん、お腹たまりそうじゃない。めっちゃ噛む。うごうごさん、ハートありがとうございます。何？こんばんは、こんばんは。ブロッコリーは大丈夫だけど、カリフラワーいいです。そういびきをね、うん、ブロッコリー大好き。あ、ブロッコリーあるよ今日。お、ブロッコリーだって。柔らかい？硬い？固めにしました。ありがとうございます。そんな自分で、自分で作れ。ユージがね、か、野菜のブロッコリーとかピーマンとかの硬さに武器がすぐ文句言うから、固めです、石橋家のやつ。武器はほぼなの。バリッバリッ、
パンなの。冷凍されてる。パンなみです。僕のあるご飯はチュールでしたって。猫やないかーい。来月分ごめん、来月分に会いに行きますだって。待ってます。気づいてる人はーい。今日の夕食は豚肉の生姜焼きを食べましたよって。うわいいな、美味しそう。みんないいもの食べてるね。赤玉ねぎドレッシングで美味しいよだって。うん、美味しいよね。かわいいだって。早く公園来てね。わかる、公園早くしたいけど明日から私は舞台、楽しみ舞台。早く寝なさい。寝ないしまだ寝れません。いぶき、今日のご飯ポテトサラダ巻き食べたって。何それ、どうやどういう感じ、どういう巻き、ポテサラじゃん、ポテトサラダ巻き、あれ鉄火巻きみたいな感じってこと。パジャドラ申し込んでるって。待ってるよパジャドラ、今度の来てね。パジャマであのユニットしますよ。唐揚げと野菜炒めと味噌汁食べたって。わっ、すごいご飯のおかずだ。横になるだけで喉が休まるのよだって。確かにね、こうやって寝とくだけで喉塗るマスクして寝たいと思います。蒙古タンメン食べましたって。うわいいな蒙古タンメンブー大好き。カップ麺の中で一番好き。あとね、塩焼きそばみたいな、塩レモン、塩カルビやな。あ、それが好き、塩カルビです。舞台見る前にした方がいいことある、卓球の練習とか言ったな、絶対してね。え、舞台見る前にやること、予想をすること、どういう話なのか予想をしてみることですかね。イブちゃんとツーショット撮れますよね。ねえ、本当に名前みんなイブキにしてください。いや、笑ってもいいけど、別に明日やし、間に合わない。間に合わせるのです。醤油も入れて、醤油も。あ、待って、コンタクト、そう、コンタクト外します。いぶきとママはどっちが声大きい。お母さんです。いぶき、家でマジで声聞き取られないからね、本当に。舞台のパンフレットってどのくらいのサイズ。 A4 です、多分。いぶちゃん以外の選択肢がない。ない、いいぞいいぞ。クルタンとナナカちゃんとご飯食べに行ったことありますかって。3人ではないけど22はあります。あ、二郎系ラーメン行きたい。ツーショット当たる気がしないだって。まあ、当てて当てて頑張って当てて。ツーショットがあるんです。そういえばそう、ツーショットがあるの。え、そうだよ、ツーショット当たれば、うん、うん、ああ、あれね、写真、あのあれでね、うん、バケコンじゃなくて、うん、ほほえんポップコーンさんにじるのし、ありがとうございます。急ピッチで徳を積んでくるって。でもパザクはいつも日頃の行い良さそうだから当たるぞ。みんな当たるぞ、ここにいる人、いぶきの配信見てるからいい人だから当たるぞ。タコーポンとツーショット撮る、絶対ポンさん喜ぶ、言っといてあげるよ明日。ポンさんいましたよって、ポンさんと撮りたいって言ってることいましたよって言っとこう。きっと喜ぶ。当たったら誰かを選べるのかな。選べます、選んでくださーい。快速特急さん、にじるのしありがとう。おいちゃんハットありがとうございます。誰もらえた、もう悲しいんだけど、結構悲しい。もうべき、あの HKT ですって名乗れない。バケツはカプレで今年シングルのセンターやらせていただいてますなんてもう言えなくなっちゃう
誰も悲しい。5人ぐらい違い当たるかもわかんないんだよ。みんな3人ぐらいしか多分当たんないんだよ。すごい倍率だよ。あーじゃあいぶきを選ばん人、そうそうそう、いぶきを選ばん人の方が多いんだよ多分。かずや22さん、メールありがとうございます。これ、葵ちゃん、だるまありがとうございます。うん、まあつまみ食いしない、もう楽しみ。どう思う、みんな最近の楽しみは何？今日もね、いい加減本当にツイッターの写真がマジでない、もうないの。ツイッターの写真が本当にない。かなちいいね。でもみんなのリップ見るの好きでさ、あのツイッターのリップを見るのが本当に好きで、どうしてもツイッターに写真出したいんだけど、ないの、写真がないの。悲しいよ。大丈夫そう？メンバーも舞台見に来るのかなって、わかんない、どうだろう、来てほしい。うまかっちゃんとバターと牛乳を少し入れると、お母さん、うまかっちゃんにバターと牛乳を少し入れると美味しいよだって。してみよう。うまかっちゃん大好き、ゆきうまかっちゃん大好き。みくりんからリップ来てて笑うと、そう、みくちゃんから急にリップ来てて嬉しかった、おもろい。楽しみは毎日自分の可愛い顔を見ることで、もうそれはもうメールですね。毎日いぶきの顔を見たい人はメールです。はい、ツイッターの写真とインスタの写真が本当にない。今日もいぶきが可愛いよってたくさん言ってくれるリプを見ると本当に嬉しいんだけど、ないの、写真がない。ひなたんからもリップ来てた、そう、ひなたんからもリップ来てた、かわいい赤子。うん、どんな写真が見たいかアンケート取ればいい。違うの、本当にもう写真を撮ってなさすぎてないのよ、写真が出す、どんな写真も何もないの、撮ってないの。写真ゼロなの、そう、写真も載せる写真ゼロなの。お姉ちゃんの写真載せとけば、確かにお姉ちゃんの写真載せとくわ。もう何だろう、お母さんいっぱいあるよ、お母さん、いっぱいあるよ。最近イブちゃんの生写真集めてますって。イブキの生写真、あ、オフショットならあるかも、ワンちゃん、ワンちゃん。50分くらいに終わろうかな。X はみんなが見るから気を使うよね。そう、気を使います、みんな見てくれるからね。葵ちゃんかわいい、ありがとう。お母さんがいいだって、お母さんがいいだって。他の写真、うん、若い頃、お母さんの若い頃はかわいいもんね。若い頃は、あ、間違った。ご飯食べて早寝なきゃね、そう、早寝なきゃ。今日は明日のために早寝なきゃ。だけど違う、こんばんは、こんばんは。でもね、いぶきめっちゃ眠いの今。いぶき実はこんなこと、こんなにいっぱい喋ってるけどね、超眠いの。少しと言いつつもうすぐ1時間まあそうなると思ったが、だって嘘、少しって言ったのに。パパも若い時イケメンな気がする。それはない、それはない。寝る時はイブちゃんのハロウィン抱き枕、あ、懐かしい、そんなのあったね。ハロウィンのやつあったね、抱き枕。マリップさん、クマちゃんありがとう。こんばんは、こんばんは。ちょっと
頭ふささってるけど大丈夫大丈夫。おか、お父さんは今でもイケメンだって。ちょっとお父さんに送ってあげよう。お父さんちょっともうちょっと意識を意識高めたがいいよって言っとこう。快速特急さんメールありがとう。ぶーちゃん愛してるよだって。ハート。あおいちゃん、虹色の星ありがとう。久しぶりにイブの声が来て嬉しいだって。嬉しい。あおいちゃん虹色の星ありがとう。あ、さっき読んだね、いびきね、これね。明日楽しみすぎるって。いびきもめっちゃ緊張する。遠い1000万円ありがとう。ラーホン指ハート、え、かわいい指ハートありがとう。あおいちゃんハートありがとうございます。キュンとな、キュンとな。緊張せんって言ってんか。うん、緊張しない、緊張しない。でもね、多分本番始まるというかファンの方入ってるの見たら、あ、やばい緊張するって絶対なる。絶対緊張する。うん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 。イブちゃんだって。イブキだよ。舞台も声も全部行きたい。来るの？ダーフンは舞台来るよね。初舞台の子たくさんいるから先輩が頑張らんとって。頑張ります。ゆうき舞台でね、めっちゃ可愛いんだけどさ、うららって子がいてね、違う事務所の子で初めて舞台出るらしくて、こごっぺの一個下らしいんだけど可愛いのよ。いぶきさん髪の毛結んでくださいって。それがいやいややなーって言って、私髪の毛そこでもヘアメイク担当したり。うらら、我が楽屋横です。で、ひよりさんがいぶき明日アイライン引いてって言うから、え、私ですが、まあいいけどって。うららが私もって言ってて、可愛いのでやりたいと思います。可愛い、可愛いだよね。可愛いよね。妹ができた気分になる。急に舞台はお客さんがいぶきファン多くて安心感あるかも。本当いぶきファン多いといいな。え、あのね、本当にファンの方ってすごいと思う。本当に自覚持ってほしい。本当にファンの方がいるだけでマジで安心すんの。自分のファンの方がいると特に安心する。だから緊張してる時とかさ、こうやって見てみたら、いぶきのファンの方たちこうチラチラ見てたら、うんうんって言ってくれるから、うんうんうん頑張る、親みたいな気持ちだよね。もう、あ、いる、いたファンの方、あ、いる、あ、いた、よかったってなる。もしも間違えちゃう、間違えちゃったとか思っても、チロって見たら待ってるかで大丈夫だよ私って思っちゃうもんね、やっぱ。そう、うちわとか持って行ったがいいの？あのね、振らないでください、あんまり。後ろの方が、あのね、席がね本当に平らなの。だからもしかしたらってこう後ろの方が見えないと思うし、プラス私たちはそのうちわに反応することできないから、持っててもあのアフタートークとかはいいかもしんないんだけど、そう、あの極力持たない方がいいかも。そうでもね、見つけられないの私たちが。持ってくれてるのもすごい嬉しいんだけど、やっぱ舞台にこうやって振ってたらやっぱ腕疲れちゃうよ。100分とかあるし腕疲れちゃうし、私たちもその一生懸命振ってくれててもさ、見つけ見れないから、一旦集中してください。舞台楽しみ楽しみ。
どなるほどだってそうですなるほどなるほどヨシマだから簡単に会いに行ける行けないのが本当に辛いだってねえそうだよな博多住みたいだって待って待ってコールは OK 何を言っているんじゃいコールする場所ねえよなんでやねんさすがファンのあれだねオタクのもうあれがついてんだ私はこの子を応援します素敵だけど舞台ではしないでください舞台は私たちアイドルじゃないので私たちね舞台女優なのでそうなんですじゃあお弁グッズ置いていくって確かにもう荷物も軽くなるかもそっちの方がなんでこれの後に入れたら 98% の楽しむ気持ちだけ忘れてもらっていく確かに、ね、もう耳すませたがいいよでもね本当にご飯食べてきてた方がいいよ情報がねもうねいいよなんかもうこっち見てる側までってなってるなっちゃう時あるかもよお野菜たくさんあと少しで50分だってってことで私はランキングを読みたいと思います不安に匂いしてきた先ご飯食べよう今日いきまーす15位みのるさん10位キドチャヌンなんか名前変わってる13位みゃおい32位だほ11位もんもん10位とも9位じいじりもさん、8位香港のジャッキーさん7位マリプシャンマリブシャン6位ケイティのんシャン5位フランシャン4位シュンシャン、3位あおいちゃん2位イブキッチ1位ポンポン丸ありがとうございますちょうどご飯も多分できたありがとうみんな見てくれてってことで私は今日はあのファンの方に元気もらったから明日頑張れる気がするので明日の舞台頑張っていきまーすでは私はおさらばするぜよってことでおやすみねみんなバイバーイ